大王崎方位信号所円形無線方位信号所は航路標識の内電波を利用して位置を知らせる電波標識局の一種。海上保安庁交通部が運用する電波灯台とも呼ばれている。多くは灯台に併設されており、特定の無線電波を発して付近の船舶に方位や位置を伝え、その航行を補助する。海上にある船舶等は、 ある灯台からの灯台無線電波と他の灯台からの無線電波の二つを無線方向探知機で測定することによって次線の位置を特定することができた。使用する周波数帯により中波無線標識を用いる中波標識局とマイクロ波無線標識であるレーマークビーコンまたはレーダービーコンを用いるマイクロ波標識局とに分かれる。 中波標識局とマイクロ波標識局の両方を備える信号書も存在する。常時または定時に電波を発し、船舶が搭載する方向探知機により片位を測定する。有効範囲は 200km。通称、レーマーク。船舶のレーダーが送信局と対面した時、レーダー映像上に送信局の方向へ破線を示す。 有効範囲は 37km。日本では GPS 測定機器の普及により平成21年度までに全廃された。船舶のレーダーが発する電波に呼応して電波を発し、送信局の位置を知らせる。有効範囲は 9km ないし 17km。ありがとうございます。